5分放置してもここ開けた時にまだ黒ずみ汚れがあるという場合はクール歯ブラシを使って掃除するのがいいと思いますね。今回はこちら、強力カビハイターを使ってトイレを丸ごと掃除する方法をご紹介したいなと思います。まずは便座の裏から拭いていきますが、もしですね黒ずみとか黄ばみがあった場合はですね、カビハイターの原液を使うことをお勧めしますね。でどうやって使うかというと、例えば便座裏のここのクッションのところ、汚れが頑固になりがちですよね。黄ばんできたり、場合によっては黒ずむこともあると思いますけれども、ここの頑固な汚れを落としたいっていう場合はですね、直接スプレーしてですね、シュッと、そしてペーパーですね、トイレットペーパーをペタッと貼り付けるというやり方ですね。やってみますね。こうスプレーしたらすかさずこうですね、そして上からシュッと、これですね、これで放置。もう一回こっちの方でやってみますね。スプレーをしてすかさずペタッと貼ってですね、でその上からシュッと、こういう感じですね。これで放置するというやり方ですね。それとここに溝があるんですけれども、この溝って汚れやすいですよね。ここもですね、黄ばんだり黒ずんだり汚れが溜まるんですけども、そこはどうやって掃除するかというと、お掃除用のマグカップにですね、強力カビハイターの原液をですねスプレーしてもらって、そしてフル歯ブラシで洗っていくのがいいですね。ちょっとフル歯ブラシ今手元にないのでチャンネルブラシでやっていきますけども、こうやってですね洗っていくというやり方ですね。チャンネルブラシよりも絶対にフル歯ブラシの方がおすすめです。なぜかというと、このチャンネルブラシの毛はですね非常に硬いんですよ。だからここを掃除するときに液跳ねするリスクが高いんですよね。歯ブラシの毛はですねそれほど高くないし、こんなに長くないので液跳ねしづらいんで、安心して掃除することができますからね。そして次はですね、ここのウォシュレットのノズルが出てくるところの掃除の仕方なんですけれども、ここの掃除に関して言うとトイレハイターよりも使いやすいと思います。ではやっていきますね。ここ上げた、ここの中ですね、ここをスプレーすると、でこういう風に落として、あとは上からスプレーする。で汚れがひどい場合は先ほどと同じようにですね、ペーパーで湿布してですね、で上からスプレーする。汚れがひどい場合はスプレーしてですね、だいたい5分ぐらい放置して、その後汚れが取れていればこんな感じですね、霧吹きにですね水を入れて、これでこう洗い流す。5分放置してもここ開けた時にまだ黒ずみ汚れがあるという場合はクール歯ブラシを使って掃除するのがいいと思いますね。プラスチックのパーツがですね使われていますから、あまり長いこと塩素をつけておくのは良くないと思いますので、汚れがひどい場合は短くつけてからブラシ洗いをする方がいいと思います。ということで今回はこれで終わります。どうもありがとうございました。